はい、今出ます。父さんが、なんで？定時連絡、エミヤ君がすっぽかしたから。すっぽかしたって、そりゃ確かに父さんと会うのは忘れたけど、そもそもそんな決まり事はあったっけ？すまん、忘れてたのは謝る。協力者として定時連絡は当然の義務だった。いい機会だから今日はここで会議するわ。待てよ、こっちは今から昼なんだ。ちょうどよかったわ、私もお昼まだだったから。よろしくね。待てってば。